あ、僕今撮ってあるからね。ごめん、力強い。あ、それは触ったら後で手洗ってくださいね。オッケー。鳩って病気を持ってるんです。鳩さんのここに針が光っています。これを取ってあげましょうか。ね。お兄さん優しいですね。さ、よし。力が強いです。どうなってるかな。うわ。すんげえ絡まってる。ひどいね、人間たちはもう。だからダメなんだよ、もう。これはですね、ちょっとね、ハサミが必要ですね。ハサミ？ハサミなんてないよ。ハサミなんてないね。なんか木でさ、ほどくしかないのかな。こっちの足がだいぶね、腐ってきちゃってるんだよね。かわいそうですね、これは。あ、これ出血だね。出血。誰かハサミ持ってませんか？持ってませんよ。ちょっとハサミが必要ですね。持って帰るしかないの？かわいいですね。かわいいですね、これね。うん。ハサミ。誰もハサミ持ってないからね。一回ちょっと休憩、一回休憩します。はい、止めますか。止めます。はい、ではハサミをね、持ってきたんで、このハトさんを助けてあげたいと思います。切っちゃダメなんですけど。え、切っちゃダメ。ここですね。待って、こんな足がこんなになったらかわいそうです。これじゃあまずここ切ってあげて。足切んないように。ちょっと待って、いいよ。奥ちゃん待って。ゆっくりやっと。切れないな。切れないか、しまって。はい、では切ってあげます。はい、そしてまだまだですね。ここはちょっとこれは絡まりまくってますね。困っちゃうね。ちょっと待ってよ。どこを切ろうかな。すごいなこれ。これも絡まってね、多分ね、3ヶ月以上経ってるね。これね。お、ちょっと切れた。取れてますか？取れてるよ。あ、でもハサミ落ちてる。ここ切ります。ハトを助けてる。助けるって？糸で絡まっちゃったからさ。ハトか。ハトだ。よし、じゃあ行くか。ちょっと気になるけど行くか。行こっか。みんなバイバイ。あとは任せてくれる？お兄さんにね。行こうね。すごい絡まっちゃってるね。もう一回切った方がいいんじゃない？もう一回これさ、切りたいんだけどさ、こっちは、こっちはなんか 針みたいなのがあるな。これやばいな。助けられるのかな、これ。だってさ、これさ、これ一回カメラ止めていいや。なんかだんだん取れてきましたよ、こっち側。お、ほら、こっち側取れてきた、こっち側。もうちょい、こっち、ほら、ここ切りゃもう取れんじゃん。ここ切れば
これだったらここをこうしてこうして、お、もうちょい、こうなってる、なんかすごい恐竜の足に似てるお、こっち側左足取れました、イエーイ、こっちは難しいです、こっちどうなっちゃってんのこれ、わかんないよ、もうさ、糸とさ、足がさ、合体しちゃってるんだよね、でもこっちだけの取れたらさ、いいんだよね、さっきまでさ、両足がさ、くっついてたじゃん、だからさ、じゃあそのままでいくちょっとかわいそうじゃない、ちょっとかわいそうだね、でももう違ってもらって、あ、これだ、こっちの子供たちが見つけて餌でおびき寄せて捕まえたんですけど、じゃあ一回止めていいよ、はい、取れました、子供が持ってくれて、お兄様手術をしています、大変ですか、でもだんだんね、切れてはきてるんだよ、うん、取り方があれどうなってるの、でもやりやすい、持ってくれてるからやりやすい、ちょっと持つなんて初めてだよ、あと一回も持ったことないしさ、捕まえたこともないから、君を助けるだけだから大丈夫だって、やっぱ痛がってる、ギリギリの手術だな、脳の手術して してるみたい、うん、確かにすごい痛く掴んでるけど大丈夫なの、うん、今何時6分ですか、そこになんか針みたいなのが ついてる、ね、ついてるね、襲いかかってきた、違うか、ん、うん、動きそう、そっか、おしっこしてる、え、あ、本当だ、うんちした、ここにうんちあるか気をつけて、大丈夫、大丈夫、うんこ嫌いだ、待って待って、やだ、もうちょっと、うんこ来てる、まずい、網にもついちゃうかも、うん、いけ、うん、うんちがついた、あ、僕にもついちゃって、あ、ごめんね、じゃあ後で手洗おうね、うん、そうだね、大変な地道な作業だしねすごい動くのが早すぎて、一回どうしようかなちょっと笑われるかもしれない、これ、これこのビデオを見た人を笑うのやっちゃった、それよりうんこが怖すぎて、うんこって大抵臭いしベトベトだし、よし、うんこなくなって、持ってくれる、え、持ってくれる、もう一回ダメ、うん、ちょっとあれだな、うんこがいる、うんこやだ、もう、これ片手でやるの無理なんだよ、いい、あ、もう一回持ってくれる、最後にこのまま、いや、うんこ、これだったらやばい、これまだった、待ってな、ギュッと持ってくれる、わかった、ギュッと、こっちかし、最強の手段、あ、そうそうそう、ギュッ、ギュッと、ギュッと、ギュッと、あと5分か10分しか時間がない、
全部取るのは無理だから、ちょっとこのでかいのだけ取っとくか。これ1個取ってくれる。こんな変な釣り竿のやつが取れました。これはひどいですね。まあ完璧ではないけどね。まあいいでしょう。よかったです。釣り人のせいです。じゃあ返してあげましょうかね。うん、変わっていいよ。元気に帰ってくれますかね。最後にパンだけあげましょう。いきます。3、2。あ、じゃああのせっかくだからママに見せてあげたいな。うん、わかった。餌あげていい？餌食べないよ、今はこれ。オッケー、じゃあ話しますね。じゃあ取ってくれる？じゃあ元気になったんで返してあげると思います。ここに置こう。せーの。おお、あまり飛んでいかないね。あ、おしっこした。まただ。さっきのはすごいや。